はい、皆さんこんにちは、鳥取キングダムです。今日も元気にサカツクやっていきましょうということで、アップデが来ておりますので、アップデ解説していきたいと思いますが、ちょっとほろ酔いでございます。ツイッターやってる方は、見ていただいた方もいるかもしれませんが、まあ、某、スカイラウンジで今飲んできたところですね、日本代表 A 代表のね練習を見ながらお酒が飲める、めちゃくちゃ穴場のねラウンジなんですけども、ちょっと前までね違う場所ので代表は練習してたんですけど、最近からは、もうねここの、ピッチで代表が練習するということで、ウルグアイ戦前のね代表が練習しているという感じでございますね。はい、でまあそこ、まあ、今日はね当然、練習はしてなかったんですけど、まあそのスタジオも見ながらね、あここで練習してたのかなとか、思いながら、まあ、お酒をちょっと飲んでおりました。今まあ、あの嫁の方の、弟と、お姉ちゃんの子供だから僕の甥っ子たちですね、何人か連れて今みんなで、旅行という形で、僕と、妻と、トリキンジュニア息子と、甥っ子たち連れてですね今旅行中という形でございます。はい、で今ちょっと急遽ね、ホテルの部屋に戻って、今ちょっと別室というかね、ちょっとした、部屋の方に入って、動画を撮ってるという形です。はい、なのでちょっとほろ酔いなんでね、そこだけちょっと、すいませんがご了承ください。はい、ではお知らせ見ていきたいと思います。あ、そう、その前にあれ戦術別がまだ終わってないんですよね。すいません、なかなかこれがちょっとスムーズにいけてなくて、もうねサイド終わって、カウンター終わって、中央終わって、あとラストポゼっていうところでございますが、まあまだこれね、あと2週間ぐらいありますので、ポゼの動画も出します。これは、早くて明日か明後日、に出したいなというふうに思いますので、今日はもうね新しく来たこの、アップデ解説見ていきたいなというふうに思います。長いな。はい、では見ていきましょう。メンテナンス実施のお知らせ、スルー。アイテム追加もスルー。いつも通り予告、これもスルー。ペティエッティは、レジェンドのペティエッティは、そのまま残るという形でした。春のログインボーナスも、まあ、いつもと変わらない感じでしたね。はい、スルー。はい、来ました。ワールドミッション来ております。GB&豪華報酬ということで、全体的な、ワールドミッションの流れはほぼ一緒ですね。で、今回、重要なところで言うと、金、虹色のアクセサリーが登場してますよというところで、はい、ここです。虹色のアクセサリーが、獅子なんたらのインナーシャツということで、今回来たのはサイドミッドフィルダーですね。まあ、このアクセサリーのシリーズの中では、最も、必要度は低いかなと思います。サイドミッドフィルダー自体がそこまで多くない。やっぱり3センターフォワードだったり、ウイングにセンターフォワードだったりっていう、まあ、戦術が多いですので、ミッドフィルダー、まあ、なかなかね、そんなに多くないかなというふうに思います。最近で言うとね、ツエクですね。ツエク、ハキムツエクだったりとか、まあ、そんなに本当に多くないかな。なんで、まあ、そこまで量も必要ではないかなというふうに思いますが、まあ、マスター勢だったりガチ勢はね少しでもっていうところで、ここは、しっかりと周回していくのかなというふうに思います。それでは中身見ていきましょう。まずはこちらインナーシャツ、効果ドリブル意識ショーアップ、これ嬉しいですね。サイドミッドフィルダーなんで、マークスキル発動率ショーアップ、なるほどっていうところで、もうこの辺になってくるとね、やっぱりあの守備もできるサイドミッドフィルダーっていうのは非常にね使い勝手がいいですね。ピンク色の髪をした、この間ド忘れしててすいません、あのコメントで入れていただいてありがとうございました。リュングベリですね。はい、リュングベリとかマックスキル発動率ショーアップ嬉しいですね。マックスキルつけてたりしますから、嬉しいですね。あとはまあ最近のねサイドミッドフィルダーは結構下面にして、サイドバック気味で使うこともできたりしますので、まあこれはある意味面白いかなというふうに思います。はい、パンツ攻撃意識ショーアップ嬉しいですね。ショートパススキル発動率ショーアップ、これも嬉しい。リレー意識タオルですね。リレー意識ショーアップ、まあリレー意識っていうのは相手の攻撃を遅らせる意識ですね。だからファーストアタックで相手の攻撃
を、まあ、阻止していくっていう意識、これも嬉しいですね。はい、そしてドリブルスキル発熱ショーアップ、これも嬉しいというところで、虹のアクセサリーなんで2つコンボ効果がついてます。1つがフィジカル20丸、パワースピードチューアップ、まあこれね結構嬉しいです。特にパワースピードチューアップでフィジカル結構重要ですので、パワーもスピードも、スピードはドリブル突破の時に重要ですし、マークで、戦っていくんだったら相手のドリブルに対してマークの成功率にもスピードは関係してくる。でパワーっていうのも相手のタックルに対して、相手のタックル、してきた相手のパワー数値とこちらのパワー数値っていうところも重要になってくるので、このフィジカル20丸結構嬉しいかなというふうに思います。さらにドリブル職人ということでドリブルチューアップ、当然ですねサイドの選手ですのでドリブル、高い選手が多いのでチューアップも恩恵は大きいかなというふうに思います。まあ、そこまでねぶっちぎり尖ってるわけではありませんが、やっぱり虹なので、ステータス4つつきますので、マスター勢はここでやっぱり数値しっかりと伸ばしていきたいところかなというふうに思いますが、制限戦のオーナーさんはそこまで、まあ、周回頑張る必要はないかなというふうに思います。逆に言うとここがチャンスで復帰してる、復刻しているところの、アクセサリーを狙っていくっていうのも一つの手かなというふうに思います。はい、ということで、ちょっとお待ちください。はい、続いていきましょう。そうで、なんでワールドツアーはそのぐらいです。はい、ワールド SWCC が始まりますということで、まあおそらくこれね本来よりもちょっとね早めにねじ込んできたなという感じがあります。というのもまあ本来予告があって次の週に登録が開始してっていう形なんですが、今回もう即ね登録即来週スタートという形でかなり急ピッチで入れ込んできたのは、理由は多分これです。来月に、サカツクロードトゥーワールド5周年を記念しておりますので、アニバーサリーを迎えて50周年の、SWCC50 回っていうのを特別な形で、多分報酬とかももしかしたら特別な形にするのかもしれません。という形で5周年と50回大会っていうのを多分重ねるために、結構ね急ピッチで無理やり49回大会ここにねじ込んだなっていうのはすごく感じておりますが、ということなので皆さん忘れないように、もうすでにですね登録来ておりますので、いつもより1週間早いですね。予告が来てるんですけど、登録から始まってるという形です。予告じゃ、忘れないように登録していきましょう。まあ僕はいつも通り今回もマスターディビジョンに参加していって、今度こそですね、前回ベスト4でしたので、今度こそ優勝を目指して頑張っていきたいなというふうに思っております。はい、で今回新登場の選手がなんと2名ですね。はあのこんなことはなかなかないんですけども、2名登場しております。まず1名がイズパ選手ということで、これはですね、あ違う、ごめんなさい失礼しました、これは多分プラチナトロフィーの方がイズパだな。はい、なのでプラチナトロフィーの要はスキル継承の選手っていうのがイズパ選手、これが、バイタライズパスのイズパを取ってイズパ選手っていう形になってると思いますので、まあ、これはねこのイズパ選手のスキルを継承していくためのもので、バイタライズパスのために貴重なプラチナトロフィーを使う方はほぼいないと思いますし、これはもう絶対的にお勧めいたしませんので、このイズパ選手を交換することはもう絶対にしないというのがいいかなと思います。はい、非常にかわいそうな選手ですね。はい、続いてこちらピッチ選手、これがいつものゴールドトロフィー交換選手となっております。はい、ピッチ選手はマドリード FC ということで、現在来ているサイドアタック一番新しいマドリード染めの、DMF として使うことができます。はい、で S2 つ持ちで、スパイダーマークと、クイックタックルという形になっております。ちょっと外が騒がしくて申し訳ございません。子どもたちが、扉の向こうではしゃぎしておりますが、ちょっとそこは、ご了承ください、すいません。はい、で古軍に超回復でスパイダーマーククイックタックルということなので、まあ、やっぱりこの位置はですねワンボランチということもありますので、どうかな、まあ、ギリ OK 出しましょうかっていうレベルですね、超回復あるし、はいっていうところでございますので、全然ね、もうどうしてもねここの位置ドゥンがいないとかね、強い、まあでもな、マケレレから始まってますからね、長くやってる方はマケレレ、カンテ、ドゥンガ、
この3人のうちどれかを持っているのであればピッチ選手を獲得する必要性はございません。3人とも持ってませんという方はぜひ交換して作っていってもいいかなというレベルかなというふうに思います。はい、以上が SWCC ですね。はい、ということで続いてこちらスパスタフェスのディディエ・ドログバの方やっていきたいと思うんですけども、今日はねちょっとここら辺で前編という形で終わらせていただきたいかなというふうに思います。この後ドログバのねガチャ考察の方も明日ドログバのガチャ考察とポゼのガチャ考察とって両方取ってね出せればいいなというふうに思っております。まあなんといってもね坂つくついのこれ初登場でございます。初登場のドログバ、あれなんかドログバいたよなって思ったんですけど、あれねレジェマのね、名前忘れましたけどレジェマの選手でしたね。はい、ということで初登場なんですねドログバが。そしてですね、まあ前も言ってましたけど結局あのモスキーニョ監督、モウリーニョ監督はどうするんだいと、バルセロナ染めを崩すのか、新しいイングランドリーグスターズ作るのかどうしようか、まあこの辺ねすごい言ってました。で結局はボランチのクラッシャーを見て決めるべきだという話をしてたと思います。すごく強い5つの牌持ちのクラッシャーが出たならばこれもうこっちに切り替えられる人は切り替えてもいいんじゃなかろうかみたいな、ただもうバルサも十分強くて監督のレベルもほぼそんな違いはないのでまああのままバルサでもいいんじゃないかみたいな話の中でもうこれは追撃のガチャを見て決めましょうというようなお話をしていたところで来た、まあ予定通りのね月末のフェスということでここねしっかりと考察していきたいと思いますので、そちらの動画もよろしくお願いいたします。ということでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。